ですね、正直この事件っていうのは、4月7日に私大津さんに初めてメール打った時に、あなたが今後お金使うとこれ破産詐欺罪になる可能性あるから気をつけてくださいねって4月7日の時点に言ってるんですよ。ってことはこの時私は将棋で言ったら最後詰みの一手これ考えてたんですね。で一番最初の一手打つ時にもしかしたらこっち行くかなと思って、でもそれって最悪の手なんだよなと思ってるんですけど、もう私正直倒産弁護士なのでこれはもうプロフェッショナルの分野なんですよ。だからここから逃げることっていうのはまずできないと思います。だから不服申し立てとかやってくると思いますけどね、二部の裁判官そんなの相手にするほど暇じゃないんで、しかるべく判断をしてもらえばいいだけの話。あとで破産管財人に、はい、ここにありますって言って、素直に1億7000万出してきたら、それは別にそんな問題にならないです。だから、大津さんたちが使ってるお金っていうのも、全部私が管財人だったら、じゃああなたたちこの判断に対して、債権者に合理的に説明できる、この支障だったんだと、お金の使い方だったんだ、説明してくださいってことを問われると思うんですね。で、それに対して彼らがどう、その管財人に説明できるかなと。債権者を争うために、豊田先生に1000万の報酬払いましたと。なんで債権者と争うのに1000万払う必要があるんですかということをずっと私は注意してきたということです。ありがとうございます。 NHK をベッドカバース、ありがとうございました。